はい、どうも、峰島です。今回はですね、ヒロシが嘘ついてるということでお話ししていきたいと思います。峰島と呼ばれているので、僕もヒロシと呼ばせてもらいます、今回から。これ、懲役太郎さんの話なんですけれども、懲役太郎さんと3月にやり取りをしたお話ですね。これを出してきてますけれども、ヒロシの言う話では、僕が懲役太郎さんに守ってほしいというお話をしてると言っております。一切、そういうやり取りはしておりません。というのもですね、3月3日にですね、懲役太郎さんが右翼団体のその所属を調べるみたいな、ことを動画で出してるんですね。3月4日に僕電話してます。それは情報交換も含めた電話で、別に懲役太郎さんに僕のことを守ってくださいなんていうのは一言も言ってないんですよ。で、3月5日次の日ですね、 LINE を交換してます。で、 LINE の方はやり取り全部僕がツイートしてます。コメント欄の方に貼っときますね。ここで何が言えるかっていうと、3月4日の時点で懲役太郎さんに僕が守ってほしいっていう話をしてるんであればですよ、3月5日の LINE で少なくとも懲役太郎さんにですね、あのお話どうなりましたかとか、守ってくれるってお話どうなりましたかとか、そういうやり取りをしてると思うんですよ。見ていただくとやり取りですね、ちょっと読ませてもらいますけれども、懲役太郎さんからまず、懲役太郎です、入れましたっていう LINE が来ました。で、僕が、あ、どうもっていう感じで返してて、スタンプでご苦労様ですというスタンプが返ってきております。これでやり取り終わり。つまりただ LINE を交換しただけなんですね。でね、その守ってもらう守ってもらわないって話、これなんかが依頼してるんであれば、少なくともこの LINE 上で何かしらやり取りしてますよね。昨日お話したあの件なんですけど、どうなりましたかとか、そういうやり取りがあってもおかしくないと思うんですよ。全くありません。ただ LINE を交換しただけです。見てもらえればわかります。なので、これひろし君嘘ついてるんじゃないのっていう話ですね。さすがにね、3月4日に電話した電話の内容っていうのは僕も録音しておりません。じゃあそこで言ったんだろうとかって言われると、じゃあ証拠出せよって話になってきます。録音してるんだったらそれ録音出してもらえればはっきりしますし、その時に懲役太郎さんに一言でも僕は守ってほしいっていうのは言っておりません。なので、完全に作り話を言ってると。僕のね、この LINE を見てもらえればみんなわかると思うんで、まあ LINE だけとりあえずね、やり取りを載せさせてもらいます。なので、今回はね、完全にね、やっちゃってますね。証拠も出せずに、峰島は懲役太郎さんに守ってもらうっていうのを依頼したのに、この恩知らずが、みたいなこと言ってますけど、全くもって僕はちゃんと証拠を出して違いますよと否定させてもらいます。ヒロシがね、また何本か動画を出してますんで、この件に関しては、また僕が動画を見させてもらって、取り上げられない部分もあるんですね。その A さんに関して言うと、今僕はなるべく触れないように動画を作ってます、活動休止中なので。なので、そういう部分は取り上げませんけれども、取り上げられるようなものは今から動画をチェックしてですね、間違ってる部分、嘘ついてる部分は全て反論していきたいなと思います。なるべく僕も証拠出したいんですけれども、証拠出せない部分もあるんで、ただここで皆さんよく考えてください。ヒロシは一個も証拠を出しておりません。ただ峰島が嘘つきしか言ってないんで、これはまあちょっと頭で考えられる人であれば、どっちが嘘ついてるのかっていうのが分かりますよね、ということで今回は終わりたいと思います。これからヒロシ関係の動画見させてもらって、取り上げられるものは動画で出していきますんで、見たい方はチャンネル登録お願いします。それじゃね。